神実とは、五節句の一つ。一月七日、七草が湯を食べることから、七草の節句とも言う。また、霊突、元七、人勝不節とも言う。七草が湯、古来中国では、正月の1日を鳥の日、二日を犬の日、三日を猪のの日、四日を羊の日,日をの日、五日を牛の日、六日を馬の日とし、 それぞれの日にはその動物を殺さないようにしていた。そして、7日目を人の日とし、犯罪者に対する刑罰は行わないことにしていた。また、この日には1年の無病息災を願って、また、正月の祝い禅や祝い酒で弱った胃を休めるため、7種類の野菜を入れた厚物を食する習慣があり、これが日本に伝わって、七草が湯となった。日本では、 平安時代から始められ、江戸時代より一般に定着した。人日を含むご節句が、江戸幕府の公式行事となり、将軍以下すべての武士が七種状を食べて、人日の節句を祝った。また、この日は新年になって初めて爪を切る日と申され、七種を浸した水に爪をつけて、柔らかくしてから切ると、その年は風邪をひかないとも言われている。なお、経緯からわかるように、 本来は1月7日の風習である。年中行事時点にし、各遺症教編、東京堂、出版、1958年5月23日、初版、308ページ。ありがとうございます。